JASATV なんと初の海外ロケです。 LA のリアルな風、リアルな涼しいシーンをみんなにお伝えしたくて、わざわざこのカリスマ監督に行ってきます。しかもこいつらと共にディーブラストです。ということで、ダンサー TV 流 LA 案内出発進行。今夜はリアルなストリートダンスが満載、乞うご期待。そらさなければ今もはしゃいでいたあの笑顔見れたかな。何度も傷つけ泣かせたね。一人だけの季節が巡りゆく。スケーキをぶっ飛ばせ。ダンサー TV が初の海外ロケを敢行、ロサンゼルスへ旅立った。バイオレンスな危険地帯に潜入し、戦うための踊り、クランプの最前線を探ったぞ。君には聞こえるか、ストリートの鼓動が。それでは今夜もシャルウィーダンス、ダンサー TV、 ダンスの未来は君と共に。なんか、なっちゃん、どう、変わりましたね。はじめまして、コナンです。あ、なっちゃんじゃない。あれ、いつの間に変わったんですか。もうなっちゃん降板ですか。6回目にして MC 交代ですか。いやじゃなくて、ピンチヒッターのコナン、大阪のコテコテした町からやってきた B 型娘。趣味はフットサルだそうです。レギュラー MC カリスマカンタロウ、ダンサーとして裏方として日本のシーンを世界標準にするのが目標。そしてフィッシュボーイ、数々の大会で優勝しストリートを勝ち上がってきた注目ダンサーである。なんか聞きましたけど、カンタロウさん、この不景気の中、はい、ロサンゼルスに行ったじゃないですか。ロサンゼルス行ってきましたね。すごいですね。いいなー。いいでしょ。なんでも連れてってくれないんですか。仕事でね、一応。あ、仕事で行ったんですか。仕事で行ったんです。ということで、LA 初カリスマ思い出トップ3。まず、第3位です、はいはい。なんかこれ新鮮。じゃじゃん。ドクター・ドレのですね、録音スタジオに呼ばれて行ってきたわけですよ。ここらしいですね。ちょっと行ってみたいと思います。見てください。アウトキャスト、ファイブミリオンセールで。500万枚ですよ、500万枚。500万枚。アウトキャスト、ここで作られたそうです。エミネムの、ファッションデッカーね。ドクター・ドレです。ドクター・ドレイはギャングスタラップを確立し、エミネムをデビューさせたすごい人。この日も未来のスターのレコーディングが行われていました。あのね、下等なところというかね、怖かったですね。うわー、羨ましい。じゃあ2位、プロレベルですから、はい、いや2位期待しますよ。ね、できます。ドスン出たー、これ、はい、オマリオンに普通に合う。ダンサーからも尊敬を集める若き R&B シンガーオマリオン。でも本当にあったの？オマリオンはですね、はい、僕が行ってたの普通のスタジオに、はい、普通に練習してて、普通こっちじゃなくて、うん、そう、違うスタジオ、スタジオ、うん、はい、で行ったら、はい、普通に練習してて、どんなの、オマリオンみたいな。すごい。これ見ないから話作ってないですよ。いや映像には残ってないけどね、これね、残念ながら。ロサンゼルスすごい、すごい、そんな感じで、これめちゃくちゃ期待してますよ、僕。そう、3位に来てる。めちゃくちゃ期待してますよ、こう来てる。1位です。ドスンと。すいません。すいません。ラッキーダンスっていうね。ラッキーダンス、すいません、よくわかんない。いやー、これね、今後ね、多分覚えてた方がいいと思うけど、はい、今 LA で僕が出会ったのがラッキーダンスっていうダンス。はい、すみません、ラッキーダンスの全貌は近日公開。これは必見かも。それではいよいよ LA ストリートダンス特集スタートです。動きが長いっす。ところがいきなりトラブル発生。ピックアップに来る車がですね、警察に捕まったらしくて、いきなりタクシーに乗ることになりました。それでもロスは歓迎ムードの晴天なり。見よ、このカリスマの笑顔。到着後、3人が最初に目指したのは、いただきます。アメリカらしい肉厚のハンバーガーで
まずは腹ごしらえ。そして現れた国籍不明の怪しい男。日もとっぷりと暮れ、危険な香りに包まれる中、着いたのは一体？完全にゲトなところに来てしまいましたよ。ちょっぴりビビりつつも、とあるダンススタジオの中へ。ここには夜な夜な熱い盛り上がりを見せているダンスがあるのだとか。暗闇の向こうから激しい叫び声と音楽が聞こえる。ロスで生まれた過激なダンスの正体とは。映画ライズで世界中の度肝を抜いたクランプ。1992年 LA のサウスセントラル、元ドラッグディーラーのトミー・ザ・クラウンが慰問先で始めたクラウンダンスをベースに、教え子のタイト・アイズなどが中心となって進化させた踊りと言われている。クランプとはキングダム、ラディカリー、アップリフティング、マイティフレーズの頭文字を取った言葉。もともとキリスト教的な色合いの濃い自己表現であるクランプ。それはダンスというよりライフスタイルそのもの。怒りをぶつけるような攻撃的な動きに拒否反応を示す者もいたが、魂の叫びであるクランプはストリートで確実に広がっていったのだ。ここでなんと日本人クランパーがセッションに参加するというアナウンスが。彼はあのこのバトルズハムの中での2番目という地位を持ってるみたいですね。そして始まったバトル。貧困や暴力、不満、日々の葛藤、そんなフラストレーションを発散し解放する。彼らは犯罪に手を染めるよりもクランプを選ぶのだという。そして現地で認められた日本人ダンサー、ツインバッドニューズが登場。実は彼、ダンサーライブファイナルにも出場する実力者。クランプはクリスチャンである必要は特にない。己の弱さや言葉で表現できないものを吐き出し、周囲のクルーたちと分かち合う。He's my leader and my boss, my hero, Bad News. この地域のクランプのリーダー、Bad News。彼にクランプの現在を聞いた。There's a lot of people that join any type of dance that just because they feel that they know one move, they're under the assumption that they are a part of the scene or.If they're around a certain circle where there's people actually from the crump scene, they feel that they're a part of it themselves. There's people that grew up upon it since its original growth. There's people that's a second and partially third generation that really understand what crump is. Not many know anymore. A lot of new break dancers want to break dance, but they really don't know the essence of it or they don't know the background to it.So that's really what it is. You can't go against somebody or talk too much, but eventually, hopefully, they grow out of it and understand what it is. You know what I mean? Truthfully, they don't. But that's how it rolls. そしてカメラはクランプの未来を偶然覗き見ることになる。クランプはもともと神に捧げる踊り、教会で歌うゴスペルと同じく、クランプもまた神への信仰心の表れなのだ。Go across the world to Africa, do shows, and get paid. And y'all's responsibility is to be role models for the crump. お金だけではない、クランプの未来への希望がそこにはあった。セッション後、言葉と国境を越えたダンスによるコミュニケーションで、D ブラストがクランパを盛り上げた。見ててすげえこっちもテンション上がって、まあ、すごかったっすね。ダンサー TV ならではのディープで、そして行き当たりばったりなダンス武者修行。LA 特集はまだまだ続くよ。この番組はソニーミュージック、KDDI と。
ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ジェアソライレジェンド、日本中のダンサーが頂点を目指すストリートダンス最大級イベント、ジェアソライ。用意されているのは6つのジャンル、その戦いの伝説を毎週よりすぐってお届けしております。今回は、取れたてホヤホヤのブレイキン、ブレイキン、はい、ダンスライブをお届けしましょう。あ、はい、もうクルクルってやってるやつです、ね、そうっす、はい、頭でクルクルってやってる、クルクルですもん。極限まで鍛え上げたボディから次々とアクロバティックな大技を繰り出すブレイキン、エネルギッシュな回転技とプライドがこだまする。そして最初に選んだのが、9月27日渋谷のザナドゥで行われたマロン VS アツキです。マロンっていうね、はい、すごい面白いんですよ。こう、あ、そうなんですか。マロン本当に漫画が目指してるブレイカーで、はい、すごい。じゃあそんなダンスの花形、はい、ブレイキン、見てみましょう。レジェンドスタート。ダンサー仲間からもベストバウトの声が。アツキ VS マロン、これぞ真の個性のぶつかり合い。審査員からも評判が高かったバトル。まずはアツキが先に攻めます。先行の方が形を作れて有利な面もあるが、それを受けて立てる分やはり後攻が有利なのが定説。ここからのまとめ方に注目。回転から絶妙にフリーズさせる技の連発。対してマロンはいきなりコミカルな技を見せる。これね、目が見えるんですよ。あ、すごいな。もうね、顔もね、気持ちよくないんですよね。どちらかといえば気持ち悪い。気持ちよくないですよね。漫画業に専念するため昨年現役を引退。軽い気持ちで参加したダンサーライブ予選。きっかけはあるバラエティ番組でナイナイ岡村氏に衝撃を受けたという。そんな異色の経歴がダンスに乗り移る。わあ、いやでもマロンさんはこうやっぱこう漫画描いてるだけあってちょっとバラエティ入ってますよね、踊りながらも。はい、それではジャッジしてもらいましょう。赤のアツキか青のマロンか、はい、どうぞ。赤、赤のアツキです。はい、やはりストイックなダンスに外貨が上がる。コナンはそう読んだ。崩れ落ちるアツキ、マロンまさかの勝利。マロンです。これもう熱くそうと、だからね、これバンクラスだったらしいよ。マロンも結構勝ってるんだけど、今回はもう熱くだろうと思われるところをマロンが勝ったもん。技術的には熱くさんの方がすごそうなんですけど、マロンさんのなんかこう傷とか、はい、結構好きですね。結構ネタがね、キャラクターありました。ワン、ツー、スリー、フォー。両国国技館ファイナルに向けジャンソンラビオ戦真っ盛り。数々のレジェンドが生まれているぞ。ブレイキンのトゥードゥー vs ノリ。先行は向かって左のトゥードゥーだが、ノリが盛んに挑発しているぞ。ちなみに前回のこの顔合わせではトゥードゥーは敗北している。己の弱さを克服したいと語るトゥードゥー、リベンジなるか。高校はノリ、ちなみにこの日が誕生日。こちらも負けられない。最後はメンタルが強い方が勝つ、そう語る審査員もいましたが、どっちが勝ったんでしょうかね。勝者はノリ。この喜びが激戦だったことを物語る。ワン、ツー、スリー、フォー。続いて何でもありのフリースタイル部門。先行は向かって右のリョーマ。
ちなみにブレイキン畑のダンサーは最近のフリースタイルサイドで好成績を出す傾向があるのだとか。野生味だけではないテクニック、そして唯一無二のキャラクター高校は先行の技をうまく返せるとジャッジの印象が上がります。勝ったのはキャンドゥ。見よこの超絶のムーブを。一芸必殺、一瞬で一生を生きる一発屋ダンサーのお出ましだ。実力だって折り紙付き、個性派ダンサーを紹介しちゃうこのコーナー。今週は拓也仙人チーム。一発屋ダンサー大募集、来たれダンサーたち本気で待ってます。ダンサー TV がロスへ飛んだ。続いて LA ダンス事情を紹介。カリスマカンタロー LA 滞在2日目。はい、ということで今日はですね、日本から LA に来てねダンス頑張ってる男の子4人にインタビューするために今ちょっとハリウッドの方に向かっています。カリスマが約束の場所へ急ぐ。続々と現地の日本人ダンサーが集結する。彼らにとってロスでダンスすることの意味とは。まずはタイチ。僕が日本にいた時にちょうど夕方サーブ のマリオのビッツ系が出てる映画がちょうど上映されて、その舞台が LA だったので、それがきっかけで LA じゃあそういう。僕が実際ここに踏み出せたっていう理由はただ世間知らずだったっていうのが一つで、実際に見てみたら、あ、こんなに本当にものすごい高いレベルの水準でそこからさらにプロフェッショナルになれるかどうかっていう境界線があるんだなっていう。そして総平。小さい頃からアメリカにはずっと憧れがあって、やっぱこっちロサンゼルスっていうのは仕事がいっぱいあるっていうのがまず一つで、オーディションも毎週のようにあるし、そういうチャンスがいっぱいある街だと思います。続いてケン。最初2年前に3ヶ月だけこっちに来てたんですけど、その3ヶ月じゃ全然足りずにやっぱりもっといたいっていう思ったのでまた帰ってきた形ですね。一人一人がコレオグラファーだったりバックダンサーとかアーティストっていう風に確立されてるっていうのがすごい大きな違いでびっくりしました。最後はツト。いろいろ世界に行きたいっていうのが最初あって、まあ、そのためにやっぱ一番使われる言葉はやっぱ英語じゃないですか。で英語勉強しようって思って最初こっち来て、やっぱこっちのやつはやっぱハートの強さ。まだまだ彼らも夢に向けて一歩踏み出したばかり。次はテレビの前の君だ。続いて向かったのは、いやここね、ダウンタウンに、来てみましたけども、ポップの要素のねグラフィティをここで垣間見ることができてすごく嬉しいですね。これ本当アートですね。見よ色彩豊かな圧巻のグラフィティ。いやそんな中で、この D ブラストに追ってみてもらいたいと思います。 D ブラストの最新ダンスビデオがこれだ。
音楽と映像も大切だが、主役はダンサー。そんなビデオなんです。 LA で吸収したものを絞り出せ。Holla at your boy when there's net about a milli. Ink spilled oil on your soil. Demons cringe and serpents coil. Sorry, look, your plans got foiled. How you like your eggs, homie, scrambled or boiled? Oh boy, oh, singer, singer, chimichanga. Back in the days like Harriet and Chanza. Chicks dig my beep, beep, beats. We yell charge, y'all best retreat. Little limit, wanna scrimmage, better grab some cleats. Won't cuss you out, but I'll just say bleep like apple. Apple, salt of the earth, shake it like a salt shaker. Sugar twin code name got Pat Baker. Add a little pepper for the lepers and you're going to feel it running for the hill. One, two, three, four. 雲一つない空、カンタロウとディーブラストは LA のベニスビーチへ。お土産を物色していたらこんな一幕も。ジャパン、you ready? Okay. We from Japan. そして皆さん、いいものを見つけちゃいました。もうね、ベニスビーチといったらこれでしょう。このカパっていうね、これをですね、視聴者の皆様にプレゼントしたいと思います。さらにディーブラストからはこれです。やばくないですか、オーバーマスよこれ。なんとかけても見えるっていう。応募方法は本当にこの後すぐ。最強の未成年王者が決まるダンサー TV が熱烈バックアップ。東方学園ティーンズ予選はあさって11月8日から。いやもう終わりですよ。終わっちゃいますね。あっという間の30分間ね。でもほんま楽しくすごいダンスを勉強できました。いやもうそれだけでもね、もう3択 OK、 3択 OK。 はい、もう今日の、ダンスレクチャーはベルトパンパンです。はい、こうベルトを持ってパンパンとする感じでこうやって動きながらやるとポッピングになります。みんなもやってください。ポッピングね。はい、そう、あっテント。カリスマカンタロウとディーブラストが自腹で買ったサングラスを各1名様に。番組ではダンスのお悩み相談も受け付けています。どんどん送ってね。